エチルターとブチルエーテルとは、エタノールとイソブテンから合成される化学物質である。消防法に定める第4類危険物、第1国油類に該当する。自動車燃料に混合して使用されている。酸触媒により、エトブを合成する反応式を下に示す。ガソリンへのエトブの混合については、日本においては揮発油等の品質の確保等に関する法律により、約 8.3%WTE までとされている。エトブをガソリンに混合しても、蒸気圧が上昇せず、ガソリンからの燃料蒸発ガスを増加させないため、光化学スモッグの発生に影響を及ぼさない。エトブ混合ガソリンは、水分が混入しても、エトブが水と混和して分離することがなく、水分を除去することも可能であり、ガソリンの性状は変化しない。このため、金属の腐食やゴムの劣化等が生じず、自動車の安全性や走行性能に問題を生じない。2008年東京消防庁は、消防対応式機材を使用した消火実験結果を以下のように報告した。エタノール濃度が高くなるほど消化に時間が必要となる。エタノール含有率 10% 程度まではガソリンと大きな差異はない。ETBE7 の消化にはガソリンと同様な合成界面活性剤法による消化が可能である。E30 に対しては水溶性液体溶法及び水性膜法を使用すると合成界面活性剤法よりも短時間で消化が可能である。泡消化後の燃料に泡放射を10秒間継続することで再着火を防止できた。エトブについて急性毒性、発がん性などのデータ、情報が十分ではないことから、その人体への影響、毒性評価は、まだ十分には明らかになっていない。エトブは、生物体内への蓄積性はないものの、難分解性であり、かつ、人への長期毒性の疑いがあるとされている。このため、国においては、平成18年度から2カ年の予定で、エトブ導入環境整備の一環として、エトブの化学物質リスクに関する調査研究を行うこととしている。化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律で第2種監視化学物質とされていたが、法改正により一般化学物質の扱いになった。なお、オーストラリアでは、エトブの毒性に関する知見が十分でないとして、ガソリンへのエトブの添加を禁止している。エトブの吸入暴露後、代謝される際に、体内では中間代謝物として発がん性物質のアルデヒド類が作られる。マウスを使った動物実験では、肝臓細胞の DNA 損傷を誘発すると報告された。また、高濃度暴露によって、静止運動率と全身性運動静止率の低下などが認められたとの報告がある。なお、これらの有害な作用は、東洋人に多いお酒に弱い体質によって大きくなることが示唆されると報告された。バイオエタノールを原料とするエトブは、スペイン、フランス、ドイツなどで以前からガソリンに混合して使用されていたが、日本でも2007年4月27日から、東京近郊を皮切りに混合ガソリンの販売が始まった。エタノールはサトウキビなどから生成されたバイオマスエタノールを使用し、イソブテンは石油の生成過程の副産物として得られたものを使用している。2007年4月に発売された混合燃料のエトブはフランスから輸入されたものである。バイオエタノールを利用した燃料としては、エトブの他にガソリンに直接エタノールを混合する E3 方式のものが2007年夏に販売開始される予定である。ありがとうございます。